別の人の彼女になったよ。別の人の彼女になったよ。花風呂今日も始まるよ。本日はそれでな堀江さんとバッチ橋口に来ていただいておりましてですね、撮影の番外編になっているんですけれども、先ほどですねめちゃくちゃ盛り上がった企画をやりまして、まあ、内容がバッチの別の人の彼女になったよの歌詞をちょっともじっていこうという、はいはい、さっきやったのは歌詞を読むと、別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに一緒にフェスではしゃぎとかはしないタイプだけどみたいな感じで、ちょっとダメダメ彼氏だったけど今私はこんないい彼氏と付き合ってますみたいな、うん、っていうようなこれ1番の歌詞をもじって、うん、いろんな歌詞をはめていくみたいな遊びをさせてもらったんですけど、2番の歌詞がですねこんな感じになっておりまして、はじぐさん歌ってもらっていいですか。2番の歌詞いきます。別の人の彼女になったよ、あなたの時みたいにすっぴんだって笑っていられる私ではなくて、一生懸命おしゃれしてなるべくちゃんとしてるの、まあ、要はその元彼の前では見せてたすっぴんも、うん、今彼の前ではちょっと見せらんないというか、うん、今彼の前ではできないことをいじっていこうと、はい、誰がいきますか。じゃあ僕のあの分かりやすいやつ分かりやすいやついきます。はい、お願いします。別の人の彼女になったよ、あなたの時みたいに下着姿で洗濯物取り込む私ではなくて、いやいやだいぶじゃないですかそれ。それすごくないですか。下着でもベランダ出ちゃうっていうあでもなんかもうあれだよ、バー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 って取り込むだけで、でもその間もうブラジャー出てる。いやいろいろあるじゃん下着も。ああそういうことか。いやそういうことかじゃない多分思ってるよりせめて下着じゃなくてちょっとキャミソールとかそういう感じのってことですか。あなるほどなるほど。ちょっと雑な感じ出しちゃってもいいかなみたいなことですよね。それをすると少しだけ叱られてしまうかな。いやでしょうね叱られるわそれ、ね、元彼はもう全然もうそんな関係ないもんテレビとか見ちゃって誰かに自分の彼女がちょっと見られたりするの嫌だなとか、うん、全然何とも思わないっていうか、むしろちょっとやっといてとかって言っちゃうみたいな。束縛とか嫉妬とかしない、うんうん、気持ち焼かないタイプの彼氏、まあ、結果別れちゃうんだけどねその二人は。恥じらいがなさすぎてその元彼の前ではそんな感じだったら今彼ほんと息苦しいでしょまだ優しいんですよ今彼も、うん、少しだけ叱られてしまうからね。少しだけ叱られる、そうそうそうそこがポイントでちょっとそれはやめときなよっていうくらいの優しさ。ちょっと僕も言っていいですか。ああじゃあお願いします、はい、別の人の彼女になったよ、あなたの時みたいに半額だからって食べきれないほど惣菜買わないし同棲してたんでしょうね。さすがなのは買い込んだだけじゃなくてさ、はいはいはい、食べきれないほどとかそういうちょっと足してくるの、はい、本気だね。すごいこんな褒めてもらえると思わなかった半額コーナーもしかしたら行っても手に取んないかもしれないですね今彼の前だったら。そもそもその半額シールのものをね食べさせでいいのかみたいな、そうそうそうね感じのももしかしたらあるかもしれない。だからそこも2つあるんです。欲が先走っちゃうのと、もう1個あって買いすぎちゃうみたいな、消費しきれないように買いすぎちゃうのもちょっとダメじゃん、そんな私も、うん、でもそういうとこあるっていう、うんうんうん、食べる系ね。俺はちょっと歌おうとしてたのは、別の人彼女になったよ、あなたの時みたいに甘いものをたくさん食べちゃうのような私ではなくて、あみたいな、ちょっとやっぱちょっと可愛らしいダイエットをちょっとしてるつもりなんだけど、うんうん、甘いもの好きだから食べちゃうみたいな、はい、俺が考えたのはラーメン食べて替え玉頼む私ではなくて、替え玉も別に悪くはないんだけど、今彼の前で替え玉頼まないじゃん。下手したらラーメン屋さん一緒に行かないかもしれないよねそんなちょっとありません。女の子で結構本当に気にしてる人ラーメン食べ行かない説あるんですよ。あという意味で言うと、はい、一人でラーメン屋に入る女子かもしれないこの彼女、元彼の前では二郎系二郎系でも今彼の前で行かずにこんにゃく麺みたいなただでも替え玉行ってほしいけどね、別に行きたかったら。でも全然個人的なこととして
して、はい、食べる子好きだね。僕もです。全く気にせずに、うん、そんな、うん、これも言っちゃっていいですかみたいなさ、そういうのがいいね。いいですよね、うん、その場を楽しんでくれてる感じもするし、ただすごいゆっくり食べるのに替え玉行かれたらちょっとびっくりしちゃうけど、ね、こっちがなんか5分前ぐらいに食い終わって待ってて、すごいゆっくり食べ終わってすいません替え玉ってそれはもうちょっと食べる食のペースもそうですし、うん、周期もあるじゃないですか。そういうのが合うってことだと思ってて、例えば今日めちゃくちゃラーメンの気分なのに毎回それ違うだったと思います。それきつくないですか、食べる子だとしても。今日中華行かないですよ、あ、私もそう思ってたのいいねみたいな、うん、それがいいよね。それ一番気持ちいいじゃないですか。でも何か食べたいかって言ってくれる人いいっす。もうその時点でこう関係がもうある程度気づかれてる感じするし、うん、合う合わないももちろんだけど、別に3日連続でカレーとかでもいいもん。ワン、ツー、スリー、フォー。別の人の彼女になったよ、みたいにノーメイクで近所のコンビニ行くような私じゃなくて、コンビニにもやっぱりちょっとメイクしていってしまうぐらいの息苦しさがやっぱ今からにあるんだなっていうのはすごい伝わってくる。ノーメイクどうですか。全然ありなんですけど、それ以前にノーメイクで素敵な人が僕は好きですね、うん、地の顔が好きな人が好き。へえ。結構すっぴん大事ってことですね。大事です。メイクした時に目がパチッとしてたりとかして、うんうん、すっぴんだとすごいなんか眠そうな顔だったりとかしたら可愛いって思っちゃいます。じゃあすっぴんじゃなくなったら可愛くないじゃんみたいなことよりも、うん、すっぴんになった時に別の可愛さが現れるのがすごくいいみたいなところですね。そう、唇の色すごい薄いとかさ体調不良かなそういうことですか。可愛いと思います。元の歌詞どうですね。もともともそこはやっぱり一番に書きたいところですよね。あ、でもそうか、そのすっぴんを見せれるかどうかって。すっぴんのところがやっぱりボーダーラインですね、うん、ですよね。あ、そのコンビニ行くっていうのは、はい、ちょっとラフな格好。下着じゃないですよね。下着じゃないですよ。俺もずっと持ってた。下着姿で。ちょっとそこに被せちゃいますよ。コンビニ行く私ではなくて。あ、でもパジャマ姿とかあったのかもね。橋口くんありますか。はい。あなたの時みたいにつけまつげをそこら中落としてる私ではなくてとか。もう怖いんですよね、あれ。ムカデみたいだもんね。実際そんなに僕つけまつげつけるような人そんなに付き合ったことはないですけど、はいはい、よくある光景だろうなと思って、ムカデ落ちてるみたいなね。あとなんか黒目大きくなるカラコン、カラコンとかもたまにビビります。ミステバとかに落ちてるそういうことね、はい、じゃあちょっと、はい、はい、別の人の彼女になったよ、あなたの時みたいにお腹の音が鳴っても笑ってる私じゃなくてはいはい、分かる分かる逆にその先気になるな。お腹とか鳴ってる私じゃなくてどうごまかしてるのか気になる。ああ、そうかと長い年月付き合ったりとかしてたら鳴るもの鳴っちゃう時ありますよね。ああ、すどうしてもどうするんだろうね。なんかお腹の音とかあれですけど、おならとかね。そう、だその音問題ですよ、うん、おならでもハマるよね。なんか3番があるとしたらね、例えばその本当大きな音でおならをするような私ではなくて、ね、はい、その先それをすると少しだけ引かれてしまうかな。かな、よかったです。しかも、もしかしたらそれをするとおそらく振られてしまうかな。おそらく、いや怖い、そ、そうなった場合一番締めが私がおならをしちゃう前にこれやったらもう振られるから。何見つけてんすか。振られるから元彼に戻ろうと。いや戻ろう、適齢おならってことです。適齢おならです。似合ってんすか。振られるとしたらそれ使えちゃうんだよ、最後のところに伏線を回収できちゃうわけですね。そういうことです。替え玉したことによってもし振られるような、うん、なるほど、今彼だったら私が替え玉おうちゃんまい全部最後に繋げられちゃうんですよ。私が下着で歩く前にとかでしたね。なんで歩く歩かれそうです。さっきのコンビニになっちゃってすごいですね。確かにここでできますね。回収できちゃう。2番やったからこそ分かったことですね、うん、そうですね。一連のいじりで、うん、この曲がねまたいろんな角度でなんで好意ではないな。楽しめる曲になりましたいやいやいや、はい、ね、まあ、もちろん楽しめましたし、今はねここに出てくる主人公たちを膨らませて、ね、膨らませる、愛して、うんうんうん、愛していきましょう。まあでもこうみんながやってねくれたらいいかなっていう。はい、ね、だしちょっとこれぜひ男女でやりたいですね。男女やりたいね。男女企画組みましょう。だからラジオだったらいろんな人からこうお便りで、別の人の彼氏になったようでね、ちょっと女目線でも面白いかもしれない。男目線からしたら気になってないけどっていうような
ことがこういっぱい出てくるかもしれない、ね、そうです。2番とかだったら例えばお前の時みたいに寝癖のままじゃなくてヘアワックスをつけているよとか、うん、もしかしたら視点が変わる、視点がね変わる、変わることでまた違う感じになりそうですね、はい、カーペットがね、カーペットとかしないタイプだけど。それは女の子主役バージョン出てこないですね。出てこない。カーペはまずいですね。これということで、じゃあ今後 YouTube でやるか分かりませんし、ラジオかもしれませんし、はい、続編をやっていけたらみたいな懐のある曲でしたね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、禰豆子でお別れしましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。